It's showtime.全員集合って何だろう？終了のお知らせ？勝負ついたんじゃね？当然俺らの大勝利で。だよな。すっげえ盛り上がったし。ああ、みんな素晴らしかったからな。自信を持っていい。争ってる気なんてしなかったね。とにかく楽しかった。お前ら最高だったぜ。少なくとも盛り上げろって依頼は見事に達成だな。なんだかお祭りが終わるみたいでちょっと寂しい。誰が終わると言った？それはあなたたちが決めることではありません。またクククこうしてガン首揃えると爽快だな。どのものも始める前とは打って変わって晴れやかな顔。良き宴だった証でしょうか。我らも招いた甲斐があったというものです。またこれかよ。普通に出てこいっつの。相変わらず偉そうだな。でも可愛いから許す。散々盛り上げてやったぜ。依頼の通りにな。我が輩たちの勝ちで決まりだろ。勝敗などもはやどうでもいい。我らが間違っていました。客人に優劣をつけるなど無意味なこと。いえ、優劣をつけるなど不可能です。姉の客人も同じなのですから。どちらも仲間と共に困難を乗り越え磨き抜かれた強き魂の持ち主。そうした者が心を込めて舞い踊れば見る者の心を奪うのは当然のこと。貴様らは素晴らしい宴を作り上げた。それだけで十分だ。引き分けってことか。そんなんでいいのかよ。いえ、これは両者の勝利。すなわち囚人も勝ったのだから囚人は最高の客人である。あくまでこれが我らの結論です。そうですね、カロリーヌ。事実は事実だ。貴様を最高の客人と認めてやる。おお、素直だ。成長してる。今回の宴、この部屋の歴史に確かに刻まれました。旬の名は輝き続け、未来永劫語り継がれることでしょう。この名誉が約束の報酬だ。ありがたく受け取れ、囚人。なぜだ。もらえるものはもらっておけ。俺たちの誇りでもある。私たちは忘れちゃうんだし、しっかり伝えていってもらわないとね。で、報酬は以上か。お宝って何だったんだよ。結局わかんねえし。あるいは俺たちを乗せるための方便だったか。それでも構わないわな。本当楽しかったからね。この経験が宝物じゃない。またみんなで頑張ったしさ。アンドのキラキラしてお宝みたいだったぞ。クククそこに気づくとは。やはりすでに手にしていたようですね。さすがは期待の大回答。え、どういうこと？あなたたちを間近で見ていて我らは気づきました。あなたたちが仲間と共に輝き踊るその姿。強き魂を持った者が自らを解き放ち心を込めて踊る姿はまさに至宝。そうしてステージの上で光り輝く経験こそがかけがえのないもの、すなわちお宝だったのだ。なるほど、青春落ちか。嫌いじゃないぞ。まあそうね、素敵なお宝には違いないし。やはりお宝はアンドのだったか。
そういう話じゃねえだろ。お宝も手に入ったし、めでたしめでたしかな。でも宴は終わりじゃないって、まだ何かあるの？あなたたちは我らの期待をはるかに上回る素晴らしい宴を作り上げた上、お宝の正体も突き止めました。用意した報酬以上の働きです。そこで貴様らに報酬をやることにした。宴が終わってしまっては渡せない報酬をな。その報酬とは。ダメだ、受け取れ囚人。受け取りなさい、これは命令です。その報酬とは我らが宴に加わることだ。踊り手としてな。我らもステージに上がり、ダンスを披露させてもらうということです。我らの全身全霊をかけたダンス、その目に焼き付けておけ。だいたい貴様らだけがお宝を手にしたというのでは気に入らん。我らも味わってみたくなったのです、あの舞台で光り輝く体験を。やばい、知ってた。二人ともうずうずしてたもんな。来い囚人、貴様にも協力してもらうぞ。練習ではあなたの姿を常にイメージしていました。主にカロリーヌがですが。それの何が悪い。我らがステージで最高に輝くには、最高の客人である囚人を使わぬ手はない。うまい言い訳を考えましたね。言い訳などではない、すべて計算づくだったのだ。そういうことにしておきましょう。さあ囚人、宴の続きを。使命来たこれ。いいぞ、私もやる。続けるのはもちろん大歓迎。夜はまだまだ長いようだな。俺たちも楽しませてもらうか。すげえやつ見してくれよ。じゃ、最高の称号ゲットしたリーダーから意気込みとか言っちゃう？追加ミッションスタートだぜ。バシッと決めろ。よし、決まったな。我が輩も本気な本気だ。一発目踊らせてもらうぜ。モナちゃん張り切っちゃって。ここは俺だろ。ちょっと私行こうと思ったのに。やめなさい、言うことを忘れるな。順番でズルすると言いつけるぞ。嫌われてもいいのか。チーチ笑うな。Show and bye.